こんにちは、まやです。アイラーマヤチャンネルへようこそ。今日の聞き流しもフリートークでいきます。今日瞑想3日目、ジョギングも3日目。結構ね、昨日とか体の変化はなんかおならが結構出るかな。あとなんかポカポカしてる、体が。走ってんのもあるかね。うん、あったかい感じでなってきてて、で今日の気づきは、今日自分をさ、この自分で自分の承認欲求をこう埋めるやり方というか、ちょっと誰の YouTube か忘れちゃったんだけど、ちらっとこう今日の朝見た時に、寝ながら聞いてた YouTube の人がすごくいいことを言ってたから、それを真似してやったら、気づいたらもう午後の3時ぐらいまで寝ててでもめっちゃ爆睡してて、でそれ寝る前にやってたのが、この自分は知ってるよっていうか、こう誰も、例えばじゃあ自分のことを認めてくれなくても、他人や家族とか友達がね、それでも私は私のことを知ってるよっていうか、見てたよ、うん、あの時頑張ってたの知ってるよ、本当は思いやりがあるの知ってるよ、あの時こうやって優しい気持ちがあったの知ってるよって、いろんな思い出とか出てくると思うんだけど、そういう時に知ってるよ、あなたの優しい心があるの知ってるよって、自分にこう、自分は自分の味方だよっていうのをこう言い聞かせてあげるのね、自分に。そうすると本当に気持ちよくなってきて、なんかそれこそ感覚的にはなんかこうお母さんに言われてるみたいな、このまあだから神様でもいいって言ってた。その神様はあなたのことをいつも見てるよ、知ってるよ、あなたが一生懸命やってるの分かってるよみたいな、大丈夫だよみたいな、なんかそうやって言ってあげると、その他人とかその身近な人とかにこう認めてもらおうってい う, こう承認欲求がこうなくなってくるっていうので、いや本当に気持ちよく寝れたの、すっごい気持ちよかった。それ今日も夜寝る前に自分に今日のこととか、今日自分ができたこととか褒めてあげて寝ようと思う。うん、超おすすめ、やってみてください。はい、じゃあ今日はこんな感じでお花のカード引いてきます。はい、じゃあ今日もリスナーさんのためにお花のカードを1枚メッセージ引きたいと思います。出てきました、黄色。何に光を当てるのかはあなた次第です。はい、黄色ですね。ゴールド&イエロー。イエローは外から得る知識、ゴールドは内側にある知識を深めた知恵。人と比べる必要のない世界で、自らの喜びと自己価値で満たされないのなら、これまで得てきた知識を内側に落とし込んでいけばいいのです。自らの喜びと自己価値で満たされないのなら、
これまで得てきた知識を内側に落とし込んでいけばいいのです。そうだね、まさにこれを今私は瞑想とかを通じてこの気づきで自分に落とし込んでるって感じですね。でもなんか本当にこうマラソンもさ、今までだったらこう携帯持って音楽聴きながら走ってたんだけど、携帯を持ってってないの最近で、こう音楽も聴かないで、本当にね今にいる感覚がすごく充実するんだよね。そうだからなんか散歩とか行く時もちょっとあの携帯とか置いてってもいいと思う。でその時にでも自分の感情ってすごい面白いからさ、不安とかある人はうってなるかもしれないし、ちょっとそういうのも観察してみましょう。じゃあ今日はこんな感じですね。お花のカードのあの画像はインスタグラムのストーリーズに載せときます。今日も聞いてくれてありがとうございました。